ちょっと一回覗いてくるわ。一回。OK。その度にこう、あ、ここが特集されるっていうか。なるほど。坂田で一番混んでる。え？坂田で一番混んでる。激アツスポット？激アツ。マジか。え？坂田でマジ50人くらい並んでる。そんなに？平日の1時。いいロケーションだ。え、これを待ってればいいってことか。待ってる。風力発電が。な、さっき風車も増えたから。マスクどこやってんの？あ、俺マスク。マスクしてる。これバトルロイヤルだったらこんだけなってたら死んでるわ多分。首吹っ飛んでる多分。懐かしい。いやいいっすね。ウニ丼を注文しまして。あれはなんかトロサーモン的なものを頼んでますわ。すごい。え、結構盛りいいよ。うん。すげえ。いやー美味しそうだな。ハチだいぶでかい。ハチがよ。ハチすごい。ハチも取ったよ。あれこれ刺す。クマバチが刺さないけどこれ刺すよじゃん。企画すんな。すごいな。これはいいわ。素晴らしい。これ何？何だっけこの建物？サカタントってローマ字で。サカタントにちょっと引き取りました。ちょっとお昼ご飯をね食べようかなということでハイパータニシが。は。食べよう。いただきます。いただきます。ちょっと海丼をねせっかくなんでいただこうかなと。これで1100円安いですね。え、トムちゃんご飯は大丈夫？うん、割と朝ご飯食べたばっかりで。なるほど。うん。うん、確かに、なりふめに合わせて飯食ったら多分太るし。ちょっと、ちょうどそういう話なんで。そう。うん、最近ちょっと太ってきて。え、トムちゃんが？なりふめに飯合わせてから。待て待て待て。待てカロリー高いもん食いすぎなんじゃないかな。外食多くなって、うん、あ、うん、外食確かに直撃っていうか結構やっぱ太りやすい気するな、うん、俺らほぼ外食だからやっぱ3人が3人太ってるもん、うん、うまそう。マジでうまそう。いただきます。値段は同じ？いや、もう3倍3倍何もだと思う。3倍ってことは3000？ 36 36おー金あんだすごーい。でも俺の1200円だから、うん、安いよ。うまい。やっぱウニって高いんだな。うん、うん、せっかくだったら、うんうん、いいもんだ、うん、なんか東京行くったらもっと高い。そう、もっと高い絶対。とかいくらぐらいするんだろうね。築地とかで多分5000円、6000円ぐらい。だっけー、2倍、うん、築地超高いですよ。うん、うん、麺はうまい、うん、あ、確かにめちゃめちゃ痛風やられそうな、うん、なんか逆に体に悪そうだ多分ウニってもうもっとみんな少量食うもんだと思ってるから、うん、そんな一気に摂取したら逆に体悪そうに。確かに頭悪そうなやつを考えたご飯うまい。でもウニって貝なの？なんだろう。何待ってなんだろう。難しいこと言う。甲殻類かな。ジャンルはなんだろう。確かにウニは何に当たるんだろう、うん、何味噌か、うん、4回働いたら4回休みかな。
その休みの4回暇すぎねん。それがの、あの我が彼女がめっちゃ休みをやっちゃう。な今回の4回って4回休み全部友と会ってくる。あすごいな。うん、休みの多さ同じくらいだもんね。そうだね。うん、まあ成君が休みのうちに働いたりもしてるけど、昨日も夜勤で、うんうん、成君は休みだけど昨日は夜勤行って、今日明日は休み。うんうんうん、一応こう、なんだろう、4日間のうちで会えるって会えるんじゃない？多分週で平均で換算すると別々暮らしていける。週3くらいで今回って。マジ？すごいな。うん、ほぼ通すね。半導体ぐらいじゃん、本当に。うん。なるようにしますね。向こうの家も。ああ、うん。あ、そうか。2人とも1人暮らし？うん。実家？私が実家。なるようにも実家泊まりかな？な。高校生みたいなことしてるじゃん。ちゃんと、うん、朝犬の散歩してるから。うん、馴染もうと必死じゃん。犬なの。犬が小型犬のあれじゃねえけど、うん、マジでっけえ犬。でもやっぱり犬は成り踏みを下に見てるんだよ。後から来たものとして。ワンちゃんの。うん、今しつけ頑張ってんの。だって結構その順位的なものをすごい気にするじゃん犬って。らしいの。らしいけどうちの犬はあまり思ってないかもそういうの。うん、全員に対して。困ってくれる人大好き。ああなるほど。誰とかパワーすごいから。え犬種はゴールデン。ああゴールデンレトリバー、確かにゴールデンレトリバー優しいし、うん、なるほど。鳥犬もお父さんのこと大好きなの。だっけんの、うん、あれ隣の家の二軒隣のお家の人がすごいこう、なんだろう、もう顔中ベロベロにしてもいいぐらい。あとムツゴロウさん、だいぶ嫌だけどな。ムツゴロウさん、それぐらいもうこううーんって感じでやるから、うちの犬も大好きで。うん、この間も散歩の途中、ワンちゃんが舐めるってこと？あ、そうです。ああ、おじさんが舐めるとはだいぶやばいなと思う。さすがに家族からも注意入りそう。おじさんから舐めるのはムツゴロウだ。おじさんは口を開ける。ああ、そういう人いるでしょ。いるいる。でも確かに仲良くしてくれるんだったら、うん、多少ちょっと、うん、っていう瞬間があっても言いにくい。絶妙な。やめた方がいいよって言われる。ね、いや本当の愛犬家ってそうだもん。うん、まあ、美味しいっすわ。もっとな。まあけど、フィニッシュ。なるくんが分けていい。いやー、いやロケーションいいな、ここは。うん、でも早食いで、早食いも太りやすいしな。うん、なんかスポーツやったように見える。え、吹奏楽こういうの。いや、もう完全に帽子からインスパイアを受けてる。ベレー帽マーチングバンドだ。え、な、何部？陸上部をしてたけど。陸上か。でも、ちゃんとやってなくて、1年の途中で辞めた。え、で、中学でもう陸上いいわってなって、うん、そこから何もやらず、なんか何かをやらなきゃいけなくって、うん、どっかには入らなきゃいけなかったんだけど、茶道部に入ったら茶道部がなくなっちゃって、何かに入れって俺じゃん。俺じゃん。でも何かには入れって言われ、 あれ中学どこでしたっけ。いや中学俺五中。五中。五中。二中。二中。うん。あ、五中と二中で、中学関係はないけど飲み会を開けて。え、それなんか俺はほぼ漢字みたいになってる。なんか、うん、ほとんど五中の集まりに成り組みが感じる。ほとんど五中の人しか、成り組み以外全員五中だもん。成り組みが違う中学校の感じしてるって感じ。あれ謎だよ。あれ謎っす。グループラインに一番最初に投稿してくるのが二中のトリック。二中のやつが五中に参加しますかって集ってんなんさ、五中のやつ返事しながら。確かに五中の人って誰もこういう飲み会しましょうっていう感じじゃなくて、誰も言わねえよな、ああいう、うん、で、あの誰も返事もしないという、うん、五中の飲み会なんで日中がイライラしてない。結構幹事がしつこく誘わないとみんな来ないっていう、うん、
わ、すごいじゃん、船。な、船も来る。うん、一回釣り行くよって。あんなん乗ったりはできるわけ。うん、乗れっけど、もう飛びしまいてしまい。あ、そういうことか。うん、まあ、普通に道路だって行けんねん。え、ここがまず何地区？これ中学校でどこ？江南だと。江南だと。江南省。うん。江南省って何中？三中。三？うん。一と三。一にも分かれるの？一にも。へえ。うん。そうなんだね。三中って松原と騎乗と江南と。江南と。の三つ？うん。松原って結構マンモス校じゃないか。うん。いや、顧問の時も7クラスだった。顧問の時6クラスだった。6クラス、うん、3中6クラス。3中6クラス。1個下の松原省出身の多分ちょっとやんちゃなバスケ部の女の子で、うん、いや、あ、はい、知ってる、うん、わかります、うん、俺小学校の時その子にラブレターもらったことある。バスケの大会に。あ、バスケやってた。2回もらったわ。熱烈ファンじゃん。いや、なんかやっぱ小学校の時の俺がうぶすぎて、うん、あの、その手紙もらったのがちょっともう怖いっていう感覚になってて、うん、大会で見かけるたび避けるっていう。あ、そうか、大会で、中学生とかは一緒じゃないけど、そう、小学校はもう全部一緒で、うん、そうそうそう、うんうん、懐かしい、うん、なんか可愛らしい子だったような気はすんなんけどな、どう、実際。いや、俺もうほとんど覚えてない。名前だけ覚えてる。そこと同級生、同じクラスだ。へぇ、2、3年一緒だった。うん、まあ目立ってる感じの子。そうそう、なんか結構、うん、タッパもあって、うん、ワイワイ系だったような気がする。身長でいけない。いや、それはでも小学校の時の話、うん、その中学ぐらい、中学も1回見たか。トモ、うん、よりちょっとちっちゃいぐらいかも。トモと後ろで撮ってる。うわぁ、懐かしいな。いや、俺の今はめちゃくちゃ振り絞って何かしらの接点がないかと、これ答えがこれ。ちゃんで喧嘩。バスケか。ともみちゃんたちで、ともみちゃんより可愛いか可愛くないかと言ったら、勝つ。嫌な質問。一番答えにくそうな質問。嫌な質問。いや、私の方が多分勝ちますねみたいな。2人は知り合ってどのぐらい？結構長い？半年ぐらいですね。半年ぐらい。3月。くれだもん。7ヶ月経ったくれだ。大丈夫？飽きてない？なるほど。こいつやばいな。こいつやっぱやばいな。まあ、はっきりさせておいた方がいいな。もしダメって言ったらどうするの？あの、テント行こうか。2人は。とりあえずテント行こうか。2人テント行きながら見つめなおと。雲ないな、こっち。すごいわ。晴れ間がめちゃくちゃ綺麗。